皆さん、こんばんにちは。聖女なつめです。私はプロの漫画家をしていまして、最近などツイッターに上げていた、ヤクザと目つきの悪い女ケルナスという漫画の4巻がただいま発売中でございます。はい。今日はですね、まあ、こちらですね。今回はですね、まあ、前回ね、グミかな、なんだっけ、ジューシーなんとかグミっていうものをね、レビューしたんですけど、なんかね、割と結構、日本のグミとかをもうちょっと、なんか、日本の歌詞もうちょっと紹介してほしいとか、結構ね、コメントで反応が、まあ、良かったので、じゃあね、ちょっとまあ、私もね、まあ、女刑事もね、グミが大好き、まあ、大好物なのでね、ちょっとね、今回はね、グレープ味のグミだけをね、ちょっと買ってみましたね。結構ね、なんだろうな、いろんなさ、グレープ味、まあ、グレープ味のグミっていっぱい出てるんで、まあ、これそっちの方が種類が集めやすくていいかなと思って、今回ね、ちょっとグレープ味が入ってるもの、こういうやつとか、まあ、こちらとか、なんかフィットチネグミとか、まあ、もうブドウで固めました。はい、果汁グミ。で、ハリボーのやつと、あと、シャケルグミ。あと、ちょっとおまけでね、こちら、はい、まあ、なんか話題になってる地球グミですね。まあ、こちらは偽物です。なんかね、多分本家のはね、トロールなんとかグミっていう名前でやってたんだけど、まあ、こちらは、まあ、ドンキホーテで売ってる偽物の地球グミをね、買わせていただきました。はい。で、まあね、今回はね、それの食べ比べをね、したいと思います。なんか、どれも美味しそうなんでね。いや、ちょっとおやつの時間にちょうどいいなと思って。じゃあ、ちょっと早速ね、一個ずつ食して感想を言いたいと思います。で、一応こちらに、はい。ウーロン茶を入れさせていただきました。まあ、味直しにね、とりあえずね、ウーロン茶をと一緒にいただきたいと思います。はい。じゃあ、早速セッティングをして。よいしょ。セッティングいけるかな。こんな感じでどうかな？はい。じゃあね、前回同様横から撮って食べようかなと思います。はい。じゃあいただきます。どうしようかな。じゃあまず、これ、じゃあどれからいこうかな。じゃあ一番、なんかね、私ね、これ食べたことがないので、このサケルグミからいただきたいと思います。いや、ちょっと美味しそうですね。ちょっといただきます。まあ、見ての通り、今、避けるグミなんですけど、ちょっと開けて、挟んで開けて、挟んで開けさせていただきます。いや、なんかやっぱりね、いろんなブドウ鉢のグミっていっぱい出てるからさ、あ、すごい。あ、なるほどね。こういう感じになってるんだ。ほら、個包装ですね。これはいいぞ。なんかもう、女刑事は、基本的にもう、バーっとここに、なんか生で入ってるものだと思っていたら、実はパッケージ入りでしたということで。いや、これは、なんか外で食べたりとか、友達とかにあげるのもいいですね。じゃちょっといただきましょう。どこからでも開けられるよ。どこからでも開けられるよって書いてありますね。じゃどこからでも開けられるということで、じゃあ真ん中から行きましょう。あ、こんな感じですね。それ本当にグミかな？なんかグミっていうのはガムっぽいですね。ほい、こんな感じになってまーす。おー。で、こうやって裂けます。おお、いや、いいですね。なんかね、これのロングバージョンとかも出てるんでね。まあ、まあ、たくさん食べたいって人はそういう。まあ、ただ裂ける、まあ、裂けて何をするの？なんか三つ編みとかできそうですよね。こうやって。一本一本取って。あ、失敗しちゃった。失敗しちゃったな。もう一本取って、なんか、まあ、食べ物で遊ぶなと言われそうなんですけどね。まあ、この裂けるグミに関してはもう遊んでなんぼって感じだと思うんで、ちょっと三つ編みして食べようかな。ほいほい。ちょっとあれですね。裂けるグミに尺取りすぎじゃねえかって言われそうですけど。まあそんな気にせず。はい、じゃあちょっと三つ編みをして、こんな感じ。まあね、こうやって遊べますよっていう感じになる。ちょっとあんまりちょっと上手じゃないので、まあ、ちょっとこんな感じで。はい、ああ、ちょっとうまく、ちょっと長さが足りないな。まあ、こうやって、まあ、遊んだりできますよって。また、なんか遊べるからといって、なんか面白いわけじゃないと思うんですけど。はい、じゃあ、こんな感じで。それとも見た目の跡かと、あ、ないですね。じゃあ、いただきます。うん。なるほど。なんかね、あれですね。ハイチュウ。なんかね、テイストはね、ハイチュウ。ハイチュウにちょっと似てます。で、ちょっと普通に食べましょう。
うんうんうん。あ、でも美味しいです。うん。なるほどな。うん。なんかね、グミ、なんかね、普通のグミのよりはちょっと、なんだろうな。なんかゼラチン感はないですね。なんかまあ粉物って感じで。なんかちょっと柔らかい。なんかチーズ、なんか裂けるチーズの、まあ、グレープ味食べてる気分な食感かな。まあグミではないですね、これは。うん。てかグミではない。裂けるグミって書いてありますけど、うん、グミの食感ではないけど、まあおそらくこれグミではなくて、裂けるグミという種類の、まあグミ、まあ、お菓子になるんですかね。ちょっとグミとは、ちょっと違うかなと思いました。でも、まあ、美味しい、なかなか美味しいんでね。よかったら、ね、こうやって遊びますんで、興味ある人は食べてみてください。じゃあ、次行きましょう。うん。うん。美味しそう。まあまあ。ちょっと行きます。じゃあ、何食べようかな。結構酸っぱいもの、でもいいかな。あ、じゃあ、メジャーのハリボーグミを。こんな感じですか、売ってない。ちょっとハリボーグミをいただきたいと思います。ハリボーハッピーグレープグミ、これはなんかね、ヨーロッパとかの方に売ってるよって聞いたことあるけど、ね、まあ実際のところはどうかわかんないけど、あ、ドイツで生まれたグミブランドって書いてあります。この1920年のところに、こうドイツで生まれたグミブランドって書いてあります。なるほど、ドイツのなんですね。で、まあ合成着色量不使用ということで、もう無駄なものが一切入ってないということで、なかなかね、結構、やる自然派な感じしますね。まあ見た目、見た目がちょっと気持ち悪い。なんか顔が描いてあるんですけど。なんだろう、これ。ちょっと広げて。はい、こんな感じで。これはね、グレープ味って言ってるけど、全部グレープ味なのかな。よいしょ、ちょっと全部グレープ味だと思うんです。これは3種類。私も3種類入ってるのね。色違いってだけかな。はい、こんな感じです。こんな感じで。なんかなかなか癖がある顔してますね。こういう感じで。お、こんな、なんだろう、これ何をモチーフに作ってるんですかね、これは。ねえ、ちょっとまあ、やっぱこう、海外特有のちょっと癖のある顔の、まあ、グミを、食性ということで。おそらく、なんだろうな。これ、あれかな、ブドウの実のキャラクターをモチーフにするのかね。じゃあ、ちょっと一番ブドウっぽいものからいただきましょう。じゃあ、こちらをいただきます。はい。もぐもぐ。うん。なんかね、普通のハリボーと変わらないですね。私、ハリボー大好きで、普通の中、クマちゃんグミも食べてるんですけど、なんかそれと味あんま変わんない。うん、なんかすごいグレープ感が強いかというと、そうでもないかな。じゃあ、ちょっとこの緑の。これもね、グレープ味なんかわかんないけど、とりあえずいただきましょう。あ、うん、うん、うん。なるほど。おそらく味は一緒ですね。色が違うだけかな。うん、で、ちょっとね、緑癖あるかな。ありますね。多分、味ちょっと違いますかね。ちょっと緑のは癖がある。ブドウかなって言われてちょっと謎ですね。プニプニ。じゃあ次ね、この赤いのいただきます。あ、一応こう買ってみて。うん。薄いのが一番美味しい。でもね、でも一番ぶどうっぽいですね。なるほど。ちょっとね、やっぱ海外の昔ということなんで、ちょっと日本で売ってるグレープ味とはちょっと違うかなと思いましたね。まあでも、これはこれでね、でハリボーをやった好きなので、これはこれで美味しいなと思いました。はい。で、まあ、一つ一つがね、やっぱり大きいので、まあ、まだたくさん食べられそうなので、嬉しい限りですね。まあ、量がね、若干ちょっと少ないかなと思いきや、まあ、80g。まあ、他のところもそんな、他のグミもだいたい80とかなんで、まあ、量的には変わらないけど、一粒一粒が大きいので、ちょっと個数が足りないように見えるかな、みたいな感じですね。
まあでも、まあ美味しいです、これ。はい。これも美味しかった。はい。だから全部美味しい。今のところ全部美味しいね。じゃあ次どうしようかな。で、このカチカチチビスーパー。スーパーでいいのかな？あ、サワーズだった。はい。こちらの、カチカチチビサワースグミというものをね、いただきたいと思います。こんな感じです。ほい。超ハードグミ。まあ、ちょっとね、日本ではね、ハードグミっていうものが最近流行ってて、まあ、このハードグミって何って言われると、なんかめっちゃ噛み心地が強い、まあ、硬いグミですね。ハード。まあ、硬い、ハードが硬いって意味なんで。で、まあ、一応ね、青りんご味、グレープ味、レモン味、白桃味。あ、これも食べたいけどね、今日はちょっと、グレープ味だけをちょっとレビューするんでね、とりあえずグレープだけいただきたいと思います。他のも食べたいけどね。スーパー史上ナンバーワンの硬さだぜって書いてあります。あれ、何をこう、元に、史上ナンバーワンの硬さって歌ってるんでしょうかね。ちょっと知りたいところですね。はい、じゃあ、あ、でもやっぱ硬いですね、これは。さっきね、こちらのハリボーグミいただいたんですけど、やっぱそれの段違いで硬い。で、粉砂糖がちょっと振ってあります、ね。こんな感じで。美味しそうですね。じゃあいただきます。うん。あ。これちょっと今まで食べたのより、合成の味がする。科学的な味がします、ね。うん、うん。あ、でも、噛むと美味しい。でもちょっとね、匂いが癖ありますね、これ。ちょっとね、価格っぽい、あれかな。なんか、ライフガードっていう、のようなあるじゃないですか。あれのちょっと風味に似てますね。なんか、ぶどう、ライフガードのぶどう味みたいな感じなんで、ちょっと癖ありますね。で、今、形がいろいろあるっていう、こう三角のとか。あ、三角、多分星とか、多分ここら辺に書いてる星とか、四角とか、丸とか。三角のものが、多分ブドウ味でもあるんでしょうね、きっと。はい、じゃあ三角も。いただきます。ちょっと、なんだろうな、こう、ちょっと化学製品っぽい味だなって思いつつも、2個目をいただいてしまうという。結構美味しい。うん、うん。硬いグミってどうかなと思ったんですけど、結構いいですね。なんか噛み応えあるんで、うん、いいかも。ちょっと美味しいかなって言われてわからないんですけど、ちょっと女刑事的には癖があって、なんかついついこう手を伸ばしてしまうか、なんか、あ、なんか食感ですね、こちらは。いや、まあ、なかなか美味しいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ次、ちょっと横ばっかり、こんな感じですね。はい。じゃあ次どうしようかな。ちょっと初めて食べるもの食べたいな。じゃあこれ、コロロね、食べたことあるんですけど、なんかね、多分グレープ味はね、食べたことないんですよ。コロロ、プルーン、皮ごと丸ごとかじり、グレープって書いてます。これ、美味しそうですね。で、まあ他のやつを食べたことが、他の味を食べたことがあるんですけど、その時はね、なんか、ちょっとグニュグニュした味だなみたいな感じで、ちょっとあれですね、ちょっとあれ、腐りかけのバナナの食感って言ったらちょっと失礼かな。そんな感じの食感って、まあ、こんな感じなんですよね。なんか薄い玉に、中にちょっとゼリー状のものをぶちゃーってこう入れてる感じですね。まあ、でもそれ美味しかったんでね。ちょっとこれもちょっと期待します。じゃあいただきます。うん。わ、うん、これはちょっと変わった食感ですね。うん、ちょっとあれかな。でもね、レーズンとか、ドライフルーツ嫌いな人は、多分嫌いですね、この食感は。これはちょっと微妙かな。なんかブドウ感もそんなないし、ただなんかね、こう、ちょっとですね、癖で、あれ、ちょっとね、プレーンとかドライフルーツ嫌いな人はちょっとこれ苦手なんじゃないかなと思いましたね。私もちょっとドライフルーツ系は苦手なので、ちょっとグミではないですね。よく考えたらグミって書いてないですね。まあグミキャンディーとは書いてあったんでね、まあ一応グミだなと思って買いましたけど、ちょっとこれは、ちょっとグミ好きの女刑事としては
微妙でした。はい。ごめんなさい。いや、コロロ、まあ、好きな人は好きでいいと思うんですけどね。もうこれはちょっと、夏着は買わないかな。すいません。いや、美味しいんですけどね。はい。じゃあ次、こちら。フィットチーネグミ。アルデンテの噛み心地。キュンと酸っぱい。で、ビタミン C と食物繊維。あ、これは女性には嬉しい。まあ、私はね、結構この、フィットチーネグミね、大好きで買っているんですけど、ブドウはね、初めて食べますね。グレープか、グレープ。イタリアングレープ。イタリアングレープでどんな感じなんだろう。じゃあ、これもちょっといただきます。ほい。いや、グレープ。グレープのやつ。なんかね、グレープやっぱり一番多いんだよね、グミで出してるの。あ、グレープって聞こえやすいんですね。そんなになんか手軽に食べられる食べ物ってイメージないんだけど。はい、じゃあ、こんな感じです。中身はね、こんな感じで。で、まあ、粉砂糖とか振ってあって、ちょっとね、酸っぱい味なんです。で、いただきまーす。うん。あ、なんかね、何ですね、やっぱ、周りにね、振ってあるのがね、酸っぱい粉？酸っぱい粉なんですけど、それが、なんかね、グミの甘みを引き立ててて、うん、これはね、結構、でもね、酸っぱいなって人は苦手なんですけど、こんな生地はこれすごい好きでね、食べてしまいます。これは美味しい。いや、美味しいですね。なんかグレープ味で初めて食べたけど、美味しい、すごく。これは美味しい。美味しいです。あ、だって煮込むようになってる。いや、今日おやつ食べてないから。うん、うまうま。うん、うん。ちゃんとさっぱり。うん、これは合格ですね。合格ってなんだと思うんですけど。うん、なんか、今、これの中で食べた中では、多分一番美味しいかな。まあ、私の感想です。はい。ちょっとすみません。ちょっとね、ほうじ茶をいただきたいので、一旦カメラを撮ってて。はい。手も行かせて。はい。セッティングします。で、次。ではね、次行きましょう。いや、なんか、うん、やっぱり、グミね、大好きだから、ちょっと幸せな企画。も私だけが幸せな企画ですね。じゃ次どうしようかな。じゃあ、酸っぱいものって続いて、こちらもいただこうかな。心晴れる甘酸っぱい。ピュレグミですね。ピュレグミ多分知ってる人知ってるかな。こんな感じですね、パッケージは。カメラの関係でこういう角度しか撮れなくて申し訳ないです。グレープ味、キュンと果肉食感、グレープペースト入り。コラーゲンのビタミン C です。あ、これは嬉しい。さっきと同じ感じですね。ではね、いただきます。ピュレグミはね、よく食べますね。なんか酸っぱいの好きなのかな。酸っぱくて。まあ、なんかね、酸っぱいものだと、なんか、この酸っぱさで食欲が湧いて、ずっとなんか、無限に食べられるみたいな。ちなみに形はこんな感じになってますね。ちょっとハート型。じゃあ、いただきます。中身はこんな感じかな。中身。いただきまーす。うん。うん、なんかまあ、これと続けて食べたせいもあるかも思うんですけど、なんかね、似てます、この二つ。だからね、こっちが好きな人は、こっちも好きだし、こっちが好きな人は、こっちも好きみたいな感じなんで、まあ、どっちもね、酸っぱいパウダーが振ってあって、振ってあるんでね、多分まあ一緒じゃないけど、まあ多少こっちの方がグレープ感が強いなと思いますね。うん。こっちの方が、なんかこれよりもう少し酸っぱいの食べたいって人は、こちらを食べるといいかな。量も多分こっちの方が多いんじゃないかな。何グラム？あれ、グラム数が書いてない。そうですね。グラム数がちょっと書いてないですね。はい。書いてあったら、こっちは 50g で、こっちが何 g か。こっちはね、なんか1個に対して 3.5g って書いてるんで、まあ10個以上入ってるとこ多分まあ50ぐらいかな。こっちも。はい、まあ、より、まあこ、
ちも酸っぱいけど、こっちの方がより酸っぱさが増すって感じ。いや、でも美味しい。やっぱり美味しいですね。酸っぱい系のグミ美味しい。はい。では、ラスト。ラストのね、グレープ味はこちらです。はい、果汁グミです。あ、これはね、どこでも見かけるから、皆さん知ってますね。これはもう、めちゃめちゃうまくて、私大好きで。大好きでずっと買うんですけど、ちょっと気づいたのが、ちょっと量が少ないなっていう。でも、それでも、満足感あるんでね。あと、カムコラーゲン。2700mg って書いてある。グミを紹介する。あ、こんなのがあるんだ。ソフト。まあ、ちょっとね、柔らかめのグミですね。多分グミって言えば、おそらく大根子はこっちの方を思い浮かべる気がします。はい、じゃあ、開けてみましょう。いや、なんだ、これはもう、今日私が楽しいだけの人となっちゃって。まあいいや。じゃあ、果物食べ、本当にね、なんだろうな、果汁グミってさ、本当になんだろう、果汁っぽい味がするっていうか、よりなんか果物とか、果物、本当に果物っぽいグミが食べたいって人は、絶対、果汁グミをおすすめします、ね。ちなみに形はこんな風に、うどんになってます。かわいい。いや、凝ってますよね。これ、ぶどうのね、ふたふたになってて、本当に本物の、まあ、果汁グミってことで、本物のね、ぶどうっぽく作ってます。じゃあ、いただきます。これは大好きなんで。うん。やっぱ美味しいな。うん、果汁グミは美味しいですね。うん。いや、うま。まあでもね、みかんとか、私は、あれかな、他の、なんだっけな、リンゴアップル味とかだったかな。そっち系の方が好きかな。ぶどうはね、果汁グミのぶどうはちょっと、あれかな、微妙なんですけど、まあでも、一番ではないな。まあ一番は、あれかな。まあ、ちょっとね、いろんなものを、食べてもらったんだけど、これはね、まあ、ちょっとね、いろんなものを食べた後なんで、ちょっとあれなのか、ちょっと味変しちゃったのかなと思うんですけど、まあ、でも果汁グミは本当に外れないんで、よかったらね、果汁グミ見かけたら買ってみてください。いや、美味しいんでね。はーい。ちょっと今日はあれかな、いろんなものを食べ過ぎちゃったから、ちょっと果汁グミの本来の味をね、レビューできなかった気がします。まあ、でも私はいつもこれを買ってますね。これを買って。なんだよな、一番美味しかったのは、これだよな。やっぱり、酸っぱい系のグミかな。これですね。まあ、一番はこれが一番美味しかったな。ぶどうではこれが一番美味しい。ちょっとね、やっぱりぶどう、やっぱね、グレープとかぶどうってね、結構、ちょっとね、変な風味が混じることが多いので、まあ、それのせいで、おそらくちょっと、かすんでしまうこともあるのかなと思って。これとかももしかしたら他の味は美味しいかもしれないしね。ちょっとね、これはまた後日。まあ、後日っていうか、また機会があればね、これもまたレビューしたいと思います。今日はね、ちょっとグレープ味だけっていう、ね、限定でやりたくと思ったんでね。はい、じゃあね。どうしようかな。一旦、まあ、でも、ちょっと偽物も食べますか。偽物の地球グミをレビューしようかな。これも、ちょっと番外編でね。じゃあ、ちょっといただきます。4個入り。これ4個でね、いくらだったかな？結構高いんだよね。1個100円くらいとかするんだよね。この地球グミって。はい。まぁ、ちょっとお高めな、あ、偽物らしいのお高めなんですけどね。まぁ、いただきましょう。せっかく買ってこれね、一応買ってもらって、なんか、夏目草グミ好きだよね。じゃあ、買ってあげるよって言ってね、買ってくれたんでね。いや、ありがとうございます。でもこれ偽物ですけどねっていう感じで。うん。地球グミ買ってあげるよって言ったけど、これ実はこれ偽物っていう。で、こんな感じです。はい、こんな感じになってます。まあ、偽物の地球グミはこんな感じです。で、なんか、あれかな。ちょっとね、私は、本物の地球グミって食べたことがなくて、だからね、ちょっと、本物と偽物はどう違うのかってわからないんですけど、あ、こんな感じなのか。へぇ、これ、なんか、印刷、こう、グミの方に印刷してあると思いきや、こっちの方に印刷してあるんですね。で、これは食べられないんですね。うわ、気持ち悪い。なんか、スライムみたい。これ食べ物なのかな？うわぁ。これ食べ物じゃないよ。ちょっともう食べたくなくなってきた。どうしよう。まあ、いや、食べようか。じゃあ、いただきます。ちょっと変、わ、変な味そう。いただきます。うわぁ。あ、ソーダ味だ。なるほど。で、中はこんな感じ。でも中グレープなのかな。
マグマ味って言ってるけど、これグレープでしょ。うん。ぶにぶに。うん。なるほど。あのね、これね、見ないで食べたら美味しい。あの、見て食べると、ちょっと、うってなるかも。でも味はね、別に普通かな。普通の味。でも、ソーダ味で美味しいですね、これ。うん。お、ちょっと癖あるな、これは。うん。本物もこんな味なのかな。うん。なるほどね。もうこれはね、よっぽど甘いものを食べたいなって思わないと食べない。これは。うん。ちょっとね、やっぱり、この色と食感のせいでね、ちょっと食欲なくなりますね。おそらく、このシロップはグレープ味なんでね。まあ今日はグレープ味を紹介しますって言ってたんでね。多分まあ間違いないでしょう。はい、これも一応グレープ味のグミという。もうちょっと食べたくないんですけどね、ちょっといただきます。はい。あ、食べ物残しちゃいけないからね。うん。うん、まあ、慣れれば美味しいのかな。ちょっと私は、難しいな、これは。ちょっと本物の地球グミも、食べたいって思わないんですけども、あれ罰ゲームじゃないのかなってぐらい。なんで。うん、ちょっとね、まあ、はい、ちょっとね、地球グミの偽物、食べてみました。うん。あ、これ、ぶどうじゃなくて、ブルーベリーか。ブルーベリー味のジャムが入ってるんですね。うん。まあ、グレープも、ブルーベリーも似たようなもんなんで。まあ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 。まあ、今回は一緒にね、ちょっと紹介させていただきました。なんか思った以上に、なんかあれですね、地球とマグマを感じましたね。はい。まあ、食べ物として食べるかは、あれ、ちょっとね、リスナーの皆さんにもうお任せするとして。はい。じゃあ、今回はですね。はい。じゃちょっと終わりにしようか。今回はですね。はい。今回はね、こちらのグミを食べさせていただきました。まあ、どれもね、結構美味しくいただけました。じゃあね、果汁グミとか。やっぱこの辺がいいね。一番音だね。で、上のはちょっとグレープ味。ちょっとね、癖あるから、これとこれはね、特に癖がありますね。これとこれは癖があるので、まあ、ちょっとグレープ味の味変。ちょっと違うものを食べたいなって方は、まあ、挑戦するといいかなって感じ。まあ、これはもう安定してますね。これはもう安定してる。ハリボーとしては安定してますのでね。もうこれはまあ、全然食べられますね。ハリボーが好きな人はぜひ食べてみたらいいんですか。これはね、ちょっとグミとは言えなかったけど、まあ、でも普通におやつとしては、なんか、食べられるものですね。もうこれはね、論外です。はい、じゃあね、とりあえずね、レビューは以上になります。じゃあ見ていただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価してくれるとおなけでとても励みになります。じゃあここまで見ていただきありがとうございます。じゃあね。じゃあね、残りはね、おなけじがゆっくり作業中にいただきたいと思います。